はい、皆さんこんにちは。ギターラインインストラクターの丸山亮賀です。今日はですね、ギターハイエンドメーカードングロッシュの、弾き比べをしたいと思います。ドングロッシュだけ弾き比べ、どんだけはい、まずはこちらですね、ドングロッシュのセットネックって呼ばれるものですね。セットネックカスタムになります。裏がこんな感じですね。すごい綺麗な色してますよね。かっこいいですよね、このギター。ヘッドのところは、ドンがなくグロッシュだけになってます。今でも、デジマートとかだと多分数本、多分 2,3 本ぐらいですかね、残ってると思います。かなり高級ギターになってます。はい、実際に音を出してみましょう。まずはリアから。はい、どうでしょうか。レトロクラシックって呼ばれる、型番の方ですね。
一応ここ手書きシリアルになってて、今のだと今現在売られてるやつだとシリアルナンバーが普通に書かれてるタイプなので結構、古いものですね。はい、じゃあ実際に音を出していきたいと思います。はい、
回フロントでも行ってみたいと思います。でしょうか。どちらもかなり個性的な、いい音がしましたね。ハムバッカータイプと SSH に分かれております。そうですね、今ですとなかなか珍しいギターになってますので、楽器屋さんで見かけた際はぜひ弾いてみて、そして早めにゲットしちゃってみてください。ちなみになんですけども、こちらのレトロクラシックの方ですね、こちらですね、これは、ギターラインの教室の、貸しギターとしていつでも弾いていただけるものとなりますので、ぜひいらして実際のドングロッシュ、どんなものなのか弾いてみていただけたらいいかなと思います。それではお待ちしております。バイバイ。どんだけー。